そういえばさ、どうしたの？何あの竹地くんわかる？竹地くん、うちの会社の音響スタッフ、メガネ。ああ、はい、わかります。竹地くん、あのライブとかの時にさ、外音とか中音全部やってくれてる、はいはいはい、うちの音響スタッフの竹地くんがいるんだけど、竹地くんがマジ土地狂ってる話で。この間さ、うん、林さんがさ、うん、あのラジオに出たんですよ。あ、我ら俺らも告知したけど、バルスのね、あのそうそう、あの ARXR とか系のお話を毎回しているラジオ番組にゲストで呼んでもらって、うん、で俺らの話とかもしてたんだって、うんうん、でまあ毎回ゲストが来て、その時たまたま林さんだったんだけど、うん、林さんってなんだろう、あんまり目立ちたがり屋じゃないというか。そうね、あんまり目立たないよね。だから俺らにもラジオ出んのバレたくなくて黙ってて、うん、でも木戸さんがそれ俺らに言ってきて、え、そんなんいじるしかないっしょっつって、うん、あの俺らツイッターにまで動画出したわけじゃん。ああ出るよ出るよ、社長が聞いてくださいっつって、竹地くんがそれを全部録音してて、あ、ラジオの、そう、うん、それを会社のクラウドに上げ続けるっていう。でそれを林さんは、うん、あの権限持ってるから社長だから、うんうん、あの消し続けるっていう、恥ずかしいから消されるために竹地くんをまた上げ直す。竹地くんもやめなよっつったら、うん、いや自分はあの技術者なんで、あのそのデータとして取っておきたいし、うん、あのなくなっちゃうと困るんで、まあクラウドが一番安全かなと思って、自分技術者なんでっつって、あの竹地くんで自分技術者なんでが、うん、すごい口癖土地狂ってた。それでも技術者の息聞こえてる市場じゃんって言うんだけど、いやこれ実際の指示としては木戸さんなんで、まあ上に指示出されたらやるしかないんで、自分技術者なんで消えたらあげる。それ東映版のスパイダーマンじゃないですよね。そうそう。いつも上がってる、いつも上がってる。いや確かに何やってんのみたいな話したら、うん、いやでもね林さん聞かれるのやらしいんですよねっつって、でもいいこと言ってんすよみたいなこと言って、ね、何いいことって言ったら、うん、あれを聞きましたっつって、あ聞いたけどどれ、うん、って言ったら、あのライブで世界を変えます、ライブを使って世界を一つにしていきます、これ俺いいなと思って、うん、でこれ使ってんすよ、竹地くんが言い出して、うん、え何使ってんのっつったら、うん、勤怠に使ってますっつって、勤怠、え勤怠って、え働く、えどういうことって聞いたら、出社した時と退社する時に、うん、タッチすると出社しました退社しましたっていう、要はタイムカードがあるんですよ、スマホでできる、スマホでできるんですけど、すごいね、その時、うん、銀河アリスの音声が流れるんですよ、お疲れ様みたいな、それを竹地くんが、うん、ライブで世界を変えますって言われてたの。言い換えたの。出社退社するために、うん、ライブで世界を変えます、ライブで世界を変えますに竹地くんが、マジで今そうなってんの。でそれも社長権限で変えれるから、うん、林さんが待って変えては竹地くん変えるってのやつ。そのうちで竹地くん、あれやってるのそれ嫌がらせじゃんっつったら、いや自分はゲストなんで、これはあのタクワっていう俺らのイベント周りとかやってくれてる新しい新入社員の女の子の優秀なやつがいるんだけど、まあ俺との出会いとしては、あのハロウィン合コンっていうクソみたいな出会い方した女がいるんだけど、そんな合コンで、あの一応面識はあるんだ。この会社で出会う、ちょっと待って、お前ハロウィン行くの？この会社で出会う6年前ぐらいにハロウィン合コンで会ったことある女が入社してきた。それはタクワの指示でやってて、うん、竹地くんは、いやもう指示出されたら、自分は技術者なんで自分は技術者なんで、そう自分は技術者なんで今あの竹地林でのイタチごっこの社内でそのうち AI 組まれるよ。いや本当で、もう消して、もう学習してるから、そう学習してもう戻っちゃう。それから俺林さんが権限取られるんじゃないかと思っててやばいね、なんかもう新たな AI の林が出来上がっちゃって、そうだね、林さんが入社したらお前誰だみたいな。もういるんだ、もういるんだ、そうそう、もうあのお前誰だ、ホログラムで出してるの。席に座ってね。そう、今バレしたないわね、うん、それで大忙しです。いい会社だな。社長をいじる会社ってなかなか行かれてるよ。行かれた集まりで。小塚です。面白かったらチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。押してくんないと血を吸うぞ。